切りの上で立ち止まったりしたことありますか？橋の上から川をじっと見たことありますか？カッターナイフを右手に握りしめたことありますか？屋上の柵を登りたいと思ったことありますか？締め切った部屋で七輪焚いたら苦しいだろうな。飛び降りた時は地面につくまで空飛べるんだな。溺れる時って最後はお魚みたいな気持ちかな。やっぱ眠れる薬を一気に飲むのが一番楽かな。ダメですよ、一時の迷いです。ダメですよ、寝れば治ります。ダメですよ、あなたがいなかったら。燃えるゴミは一体誰が出すんです？会議の最中、社長にバカとか言いたくなりませんか？偉そうにしてる上司の頭叩きたくなりませんか？女性社員のお尻を触ったりしたくなりませんか？酔っ払ったらあわよくばとか考えませんか？ダメですよ、一時の迷いです。ダメですよ、寝れば治ります。ダメですよ、あなたがクビになったら。花見の場所取りは誰がするんです？ダメですよ、あなたがいなかったら。私より不幸な人がいなくなる。